はい、今日はですね、田舎に注意ということで、やります、どういうことかっていうと、田舎っていうか本当に過疎地よ、過疎地、山間部過疎地ね、ものすごい過疎地だからこそちょっと注意しましょうっていう、ちょっと、まあ、やります。で、何に注意しなきゃなんないかって、まあ、前の動画でもちらっと言ったんですけど、もしかすると林道で小倉美咲ちゃんを引っ掛けた、車で引っ掛けた、接触したやつが、本当は黙って警察で通報すれば収まるものを、警察で通報できない何かがあって、証拠隠滅を図るために、あそこの林道のちょこっとところにヘアピンカーブのところに車を置く場所あるんじゃないですか。あそこに車をパッと置いて、遺体を捨てに行って戻ってきたんじゃ、何食わぬ顔して戻ってきたんじゃないかという。おそらくその際に、なんか多分捜索の車がパーって行ったとしますが、それがもう軽トラかなんかだったんで、誰も不審に思わず、みんなやり過ごしてた可能性があるわけですよ。だって、林道に軽トラあるなんて普通の光景ですから、これがアルファードとかだったら、ちょっと、親ってなるんだけど、まあ、軽トラだから。軽トラが林道にあるから、皆さん、ああ、なんかあれに来てるのかな、って、キノコ狩りかな、まだもうこんな時間までキノコ狩りか、みたいだな、みたいな。が山仕事をしてる人だなと思って、みんなスーッとスルーするわけですよ。誰も不審には思わないんですよ。軽トラが止まってたところでね。だから、なんだく、犯行が行われたのではないかと思ったんですが、で、その時に解説したので、その、呼んどころで、警察に呼べない事情がいてって、任意保険未加入、免停中、免許取り消しまたは執行、無車検、これどれか当てはまるやつが、偶然あそこで美咲ちゃんに接触しちゃって、警察でバレると逮捕だから、逮捕されて、これ以外は全部逮捕だ、逮捕ですからね、逮捕っていうか、まあ、書類送検ぐらいされるからね、だから、やべえと思って、とっさにもう、だってもう、あれだから、なんだかんだ言って、もう罪重ねてんだから、その時点で。だから、とりあえずその山に捨てように、捨てに行こうって言って、登山道をバーって行って、もし2人ぐらいで稼いでって、あそこ尾根の方に捨てに行って何食わぬ顔して戻ってきて、いかにも山仕事から夜の山仕事から帰るよみたいな感じで、だってもしかしたら後ろでだってチェーンソーとか積まれてた可能性もあるからね。チェーンソーとかその作業に使う機械とか積まれてた可能性あるから、なかったかも。なんかその林業の枝打ち間伐の帰りですよみたいな形で、何食わぬ顔で多分その捜索する人たちとすれ違ってる可能性があるわけですよ。もしかすると、すいません、この先で誰か見かけませんでしたかって聞かれて、いや知りませんよって言って立ち去った可能性があるわけですよ。で、そういう人いませんでしたかなと思うね。で、いやで、ここでね、コメントでね、いやさすがにいないっしょって書かれたんだけど、いるのよ、これ。結構いるのよ、田舎って。いるんです。で、もう無免許なんてさ、あれですよ。田舎の県道とか行くと、縦看板に、無免許で走るなとかさ、必ず見つかるぞ、無免許とかって、なんか縦看板があったりするんで、それぐらいあれなんですよ。無免許っていうのは、まあ、よくね、元から取ってないっていうのもあるんですけど、免許を取り消しになっちゃったっていう、でそのまま再取得してないまま運転してるやつってザラにいるんです、田舎だから。でそれは実はもう高齢に多いわけ、もうだから60とかぐらい、まあ、まあ50代ぐらいかもしれないけど、もう今更教習所まで行って一段階からやるのしゃらくせえじゃん。だってそんな別に、で、まあ、長年運転してきたわけだから、でやったらいいじゃんってなんだけど、なかなかもう
実地その教習車に乗ったところだと、もう流れの癖がついてるから、もうダメダメなわけですよ。もう教官からしてみたら、この運転はダメだって。まずね、右ウインカー出して後方よしって言ってから発車しなきゃならないから、それやらないじゃん、そんな。 やらないし、ウインカーだってもう適当なところバーって出してバーって曲がって、だから免許失効するんだろって話なんだけど、 違反が重なって最後で酒飲み運転、酒飲み運転で捕まっちゃって、それで免許失効されてる時があるわけで、なんだけど、その免許がまず車がないとどこにも行けない環境なんですよ、もう過疎地って。もうバスもないから。ね、でも頼れるのは車だけなんですよ。で免許がないと、もう買い物一つ行けないわけですよ。店から遠いから。そう、こっそり乗っちゃったりするわけですよ。店までとか。で、だから近所の店までだったら大丈夫でしょ、その辺のコンビニまでだったら大丈夫でしょみたいな、ね、北海道だったらセイコーマートまでだったら大丈夫でしょっていうね、事故んでしょ、あんな距離って、1キロ、2キロぐらいだったら事故んでしょって言って、こそって乗ってたりするわけですよ。いるんですよ、だからそういうの。で、自宅と農地または田畑の往復でしか使わない車だから、保険加入してないんですよ。だって事故る確率が少ないから、だって。せいぜい片道3、4キロぐらいですよ、だって。自分の畑、田んぼまでの往復だから、それは。でしか使わない車だから、こんなもんで保険かけないよって。で、自家用車にはかけてんだよ。軽トラとかにはかけないけど、自家用で乗ってる車にはちゃんと任意保険かけてるわけ、こういう人っていうのは。だから軽トラとかはもうそこで、そんな遠くまで行かねえから、大丈夫っしょって言って、任意保険かけてないのよ。で、そういう車にかけて事故るのよ。人身事故とか起こしちゃうんだよ。で、えらいことになっちゃうんだよね。で、だから、これで任意保険未加入っていうのもあるんだし、免停なんだけど、まあ、田んぼに行くぐらいだから大丈夫っしょみたいなね。すぐそこ田んぼ見に行くぐらい大丈夫っしょって。草取り行くから大丈夫でしょ。稲刈り行くだけだから大丈夫でしょって。稲刈り機なんて自分の敷地内だから免許なくて乗れるからばーって。大丈夫でしょみたいな感じで。もう普段通りやってたりするんですよ、これで。これ。で、警察がめったに来ない。駐在所とも仲良しだからと。これ油断のやりまくりだから。警察来ないもんだって。来たところで、警察だってそんなのんびりした村だから、そんなね、たまたま今すれ違った車が無車検の車だって知らないですから、そこまで確認しないですから、だって。ポケーっとキューラーしてますから、なんもないですね、みたいな感じで。ねえ、やっぱここのどかですよね、みたいなさ、って言いながらさ、回れって言われるから回ってるだけなんだよ、あれも。だから過疎地でね、パトカー見る機会なんてほとんどないっすね。1日いても。たまーに何日かに1回駐在所のパトカーが来るぐらいですよ、普通の。ちっちゃいパトカーがわーって言って、多分あれ、動態調査か高齢者に、あれですよ、あれチラシ配りやってた時です。駐在所だよりってのは配られてた時に、たまーに通りかかるぐらいだよな。それぐらい。特殊詐欺で気をつけましょうとかさ、空き巣が田舎でも増えてますから鍵を閉めましょうみたいな、チラシ、駐在所だよりってあるじゃん。あれを、配布してもらうために、ブワーって。それだから、その時のおまわりさんって結局、おじいちゃんおばあちゃんが生きてるかっていう確認が主だから、ここの家の旦那さん、免許失効してんだけど、車ねえんだけどっていうのをまだ見てないんです、そこまでは。そこまで注意して見てないんですよ。だから、駐在所代理配ってあるって、だって一人でやってんだから、一人で受け持ち地域に1000件とかあるんだから、それで、だって。変わりないですかねって言って、ないですね。体大丈夫ですか？大丈夫ですかね？何か調子悪くなったらすぐ呼んでくださいよって言われて。何か変わったことがあったらすぐ連絡してくださいよって。もう手近にものすごい変わってることがあったのに、気がつかないで
帰っちゃうわけだよ。駐在所がだってそれ仕事増やしたくないから、それ別にさ、うん、だって受け持ち地域で受け持ち人口が多いんだもん、一人で過疎地の駐在所だ、道志村の駐在所だって多分あれ駐在所一人で道志村の村民全部受け持ってると思うんだよ。あ、全部全村民を一人で受け持ってるから、そんな手回らないのよ。だからそのね、うん、だからバレにくいんだよね。稀にあのできた駐在さんがいて、あれいつもここ泊まってる軽トラないね、どうしたの、あれ売ったのって言って、あ、旦那乗ってったよって言って、あれ旦那さん免許執行したんじゃなくて、この前2年ぐらい前にあの町の方で飲酒検問引っかかって泥酔で免許執行だったでしょ、あれどうしたのって言われて、ねえ、バレるっていう、まあこれは稀なケースですから。はい、で免許の更新が面倒くさいの、高いのね。だからもう免許更新しないって、だから失効した状態でそのまま乗ってる、出せる乗ってる人がいるわけよ。でもう無免許運転なんだけど、これも完全にあのね、過疎地でしょ、で警察署でも免許の更新と受け付けてくれるわけですよ。あの免許センターまで行かなくて、免許センターすげえ遠いんだけど、若いうちは免許センターまで行くわけだよ、ね、でドライブがあったら行っちゃうわけですよ、 40-50キロ離れてるとかね、行くんだけど、もう高齢者のもう50とか60ぐらいになってくるともうめんどくさいんだよ。それで で警察署行くにも警察署までやっぱり 20-30キロも離れてるともうめんどくさいんですよ。で更新手数料高いでしょ、まずもう年重ねで高いでしょ。で上に何たら検査何たら検査っていうのがあるから、余計なんかそのいろんな検査しなきゃなんねえから、その更新手数料が高いわけでしょ。だからもう億劫で、もただ老人になっても億劫だから、もう男性になってきてもかなり億劫な、出かけんのったら億劫になってくるから、もうめんどくせえやってなるわけですよ。更新のハガキ来てもめんどくせえやってなって、もう勝手に執行しちゃってるわけで、俺はもう軽トラしか乗らねえね、田んぼとか山林見回りぐらいしか車乗らねえからいいや、免許なんか別にって言って捕まりゃしねえだろうっていうね。なんかそういう風になっちゃうわけですよね。で執行しない人が稀にいるわけです。あ、で更新しない人が稀にいるわけですよ。で、いるの。いない、絶対いないと思ってる方がお花畑です。もういます、必ず。絶対これはいます。過疎地の、本当に山奥の過疎地になればなるほどいます、これは。バレないから、だって。だって警察来ないんだから、って警察は本当来ない、本当1週間に1回ぐらいしか来ないの、警察は。それでも駐在所しか来ないの、それは。何かが起きなきゃ限り来ないの。ね、キノコ狩り行ったじいさんがいな帰ってこないんですって言ったら、パトカーわーって、その時わーって来るけど、捜索しましょうって言って来るけど、何事もない時だったら、そんなにね、頻繁には来ないんですよ、おまわりさんは。うん、で、でまあ、これは事故らなければ大丈夫って言って余裕ぶっ壊れてるから、だから免許の更新もしないし保険にも入らないし車検だって更新しないわけで、車検なんてだってあの本当過疎地だったら本当車検場まで行くまでがまた高いでしょ。あの持っていくだけでも手間でしょ。なんかディーラーまで遠いんだから、だってもう里山のディーラーまで持っていかなきゃなんねんで、で車検受けてまた取り、また戻ってこなきゃいけないんだけね。我々だからその市街地の人間だってディーラーまで歩いて10分ぐらいで行けるようになってるのも、車持ち込んで詰めて車検お願いしますって言って夕方取り行きますって言って歩いて帰ってこれるんだけど、そうはいかないんだよ、キャソチは。ね、だからもう車検すらめんどくせえって言っても車検やってない場合もあるわけですよ。でもうこれもうこの免許取り消しまたは執行無借金の運転すらも関西保安権ですから、うん、でこういうやつに限って事故るんですよ、ほんで、でね、うん、私の加害者みたいな事故るんですよ、ね、私の加害者の時任意保険未加入でしたからね、えらい揉めました、これは、保険業がえらい揉めましたね、軽トラで引かれたもんですから、私もね、軽トラで引かれるっていうね。で相手任意保険未加入っていうね、もう大変でしたよ、あれは。でも、ね、結局治療費全額10割負担で払ったのかな、確かな話だね。確か車1台買えるぐらい払ったらしいと思いますよ、私も。多分治療費を全部慰謝料と全部合わせりゃ、うん、アルファードぐらい
ぐらい買えるぐらいだと思いますよ。ぐらいの値段で多分、うん、えらいことになってますけど、で保険は必ず加入しましょうということなんですが、でその時に俺おまわりさんから聞いたと思うんだって。俺はこの辺田舎だからねって、2割ぐらいは入ってないです、保険入ってないですからねって、あ3割言ったかな、3割は保険入ってないって言われた。だから特に軽トラとかダンプは入ってないから、あれ絶対気をつけなきゃダメだよって言われたの。それ俺と担当したおまわりさんがね、その事情聴取したおまわりさんがなんで引かれたのって、知らないっすよそんなってそんな知らないっすよって気がついたらドンと音がしたら横道路で寝てたんですよって、じゃあ瞬間知らないのねって、知らないっすよそんなもんって脇から引かれてんだから知らないでしょそんなもんってで、でそんだけ、そんだけ警察の人が言ってたのね、この地域は3割は保険、民人保険未加入ですからって、うん、で、こういうのも考えられますから、で、田舎に注意っていうのはどういう、この趣旨何かっていうと、まあ、これから秋の行楽シーズンが来月から来ますし、9月は今年は3連休なのかな、17、18、19、3連休ですから、まあ里山に行く可能性もあるでしょう。で、栗拾いだの、キノコ狩りだのっていう、本当に田舎の方に行く可能性もありますが、軽トラだけは気をつけてください。軽トラ、この軽トラか軽ワゴンとか、明らかにこのこれはね、あんまりね、ちょっかい出さない、いくらチンタラ走ってたらちょっかいだけ出さない方がいいと思います。厄介なことになります。これこんなのとぶつかったら厄介なことになりますよ、本当に。もう半1年半ぐらいも揉みます、最悪の場合。保険どうするかで。うん。ただ保険入ってない可能性があるんだって、下手せりゃ、だって任意保険未加入ぐらいだったらいいよ。まあ、自賠責でなんとかしてもらえるから。これ無車検だったら、こいつ自賠責すら入ってないですからね。これ。で、金払えねえ、金ねえ、金ねえってごねられたら、ただの泣き寝入りですから、逮捕されてるんだけど、こいつは逮捕されるんだけど、逮捕されますが、逮捕されたところで、じゃあ私らの治療費はどうなるのって話になるわけでしょ、結局。ね、うちの車の修理費と、私らの治療費はどうなるんですかって言ったら、泣き寝入りしかないわけでしょ。金ねえんだもん、金ねえって言ってんだから、だって保険は入ってない、車検は受けてない、うん。でもやったやつは逮捕された、逮捕されただけですから。うん。損害賠償請求したところで取れないものないって、家売らなきゃいけないって、家売れって話になるわけですね。でそれでもまた裁判で、民事の裁判で揉めるわけですから、軽トラだけは気をつけた方がいいですから、うん、まあ、全部を全部疑うっていうのはないんだけど、でもまあ稀にこういうのがいます。います。無免許で走ってるやつはいます。必ず 100% いないとは限りません。で無免許ならまだしも、免許はあるんだけど、車検が切れてる車で走ってる場合もありますから、要はもう、だから要するに車検ステッカーがちょっとおかしいやつよね。それで警察見たら分かんないけど、今でもね、昔車検のステッカーってでかく、結構大きかったのよね、あれね。で色で分かったんだよね、黄色か水色かで、ピンクかで分かれてたんだよね、いつ何年車検かって。あれ、警察ですれ違いざまにこう、パッと見て、あの色おかしいって言って、ってひっくり返る、U ターンして、ちょっと、止まってくださいって言われて、ちょっと車検証見せてって言われて、車検証見せて、ちょっと、旦那さん、車検証見せてくれ、車検証って言って、うん。切れてるでしょ、分かってるでしょ、うん。切れてるでしょ、一応車検証見せてって言われて、うん。切れてるね、うん。無車検走行だね、これね、うん。認めたね、逮捕だからね、あんたねって言われてね。あんた逮捕するよ。じゃあパトカー乗って、ちょっとって言って。今ね、でも今車検証ってちっちゃいんだよね、今ね。昔大きかった、今ちっちゃいから、確認しづらいんだよね、あれはね。すれ違いだもんね、パトカーで、よっぽど動体視力の良くないとね、わかんないような状態になってますから、数字も想像読めないようになってますから、昔だったら、大きさだったら、まあ、動体視力のいい思われたんだったら、すれ違いだもんね、パッて数字見てさ、あれってなるんだけど、今はそうでもないからな、車検証。車検ステッカーって、フロントガラスに貼ってるやつね。うん。点検ステッカー丸いやつじゃないの。ドアミラーのところで、フロントガラスの上の、なんだっけ。ここに貼ってるやつね。ここは、こう点検ステッカーで、ここに貼ってるやつね。これが昔結構大きかったのよね。こんなの、9とか書いてるやつとかね。でこれ色分かると分かってたんだけど、今だってこのぐらいのサイズになっちゃったから分かんないんだよ、これ。
本当に、はい、なんかそれも相まってちょっとね結構思われたの監視体制も結構弱くなってる可能性がありますので、ね、で駐在所の思われたのは別にそんなね全部の受け持ち地域の車のナンバー全部覚えてるわけじゃないからね、うん、でこの車は何が今年の8月末で車検が切れるぞとかそんなの全部把握はしてませんから、さすがにそこまで把握してませんからはい、うんね、うん、そんな感じですね、はい、だからちょっとね結構こういうのが多いと、まれにだから不幸なことにこういう車にまあ時速14、5キロでボンとぶつかったとね、これはだからそれで車検をちゃんと受けた免許を持ってる、任意保険もちゃんと入ってる、免停とか何でもない場合は普通だったら警察を呼ぶわけですよ、うん、呼べない事情があったんでしょ、だから呼べない事情があったからもう連れ去っ、もうだからそっか連れ去ってもうだって乗っけるとこで2人乗ってたら乗せるとこないからね、もう大体仮に軽トラに2人乗せてたら乗せる場所がないから2人しか乗れず乗らないからで腹いお腹い抱えて横たわってんだからもう2台乗せるわけにもいかないでしょ2台乗せて運ぶわけにもいかないからバレバレだから、それとなんだあの車なんか2台の女の子の乗っけてるぞってなっちゃうから、だから軽トラからは運べないわけで、その現場からその現場付近に遺棄することしか考えないわけですよ、もう証拠隠滅するためには。でそうするともう山知ってるから、そのこっちの山の向こう側だと斜面だと誰もあんなとこ来ねえからって、じゃあそこまで運ぼうかって言って車適当なとこパッと止めて、だから頭と足持って担架で運ばかるようにして運んでった可能性がありますよね、うん、ちょっと車だとちょっと俺の車乗っけられないから、ちょっとみんながいるところまで運ぶからねって言ってね、もうちょっとで辛抱だよって、もしかしてヘリで釣り上げるから、ヘリで釣り上げやすいところまで運ぶからとかって嘘言ったかもしれませんから、山の上の方がヘリ運びやすいからさって、うん、大丈夫って言って釣れてたかもしれません。わかんないですけど。以上です。